爪のトラブルを中古契約で改善します。先生君こんにちは。今日は爪のケアについてお話しますよ。先生こんにちは。爪ノーマークでした。夏はサンダルを履いたり爪を出すことも多くなると思うんですよね。中国医学の理論を使って爪のケアをしてみてください。わかりました。先生、爪のトラブルっていうと巻き爪とか二枚爪とかですか？そうですね。他にも折れたり割れたり薄くなることで脆くなっている状態や健康状態によっては爪の色が黄色っぽくなったり白っぽい感じになってしまうことありますね。健康状態で変わるんですね。そうです。爪は筋の余りと言われてて、血液が余った分ここで作られてくるんですね。血が少ない、足りない状態だと爪に栄養は届かない、先ほどのようなトラブルにつながります。血を増やしたり貧血を治せばいいんですか？そうとも限らないんですよ。実はむくみ、これが大きな原因なんですよ。むくみ、爪もむくみなんですね。手足の血行不良で冷えやむくみがあると爪まで栄養が来ず爪のトラブルにつながります。爪は層になっていますが、その一番下皮膚に近い部分をアンダープレートって言うんですけど、そこが白や黄色に変色してしまうのも、これ実はむくみが固まってるからなんですよね。冷えとむくみはやっぱり大敵。そうですね。逆に高コレステロールとか高血圧の方、栄養過多で血に栄養が流れすぎたりします。そうなると硬くてごつい爪になったり巻き爪になったりします。また一部だけ流れ、そこが白く筋になったりすることもあるんですよね。いい対処方法はありますか？高血圧なんかの巻き爪などのトラブルにはそもそも体質改善が必要です。食事や運動療法で血液をサラサラにしましょう。爪が分厚くて硬い分には大きな問題はありません。貧血で爪がもろくなってくることでトラブルが出てしまう場合、貧血の改善と手足の指のマッサージ、これが効果的ですよね。これ巻き爪の方にもいいですよね。指の関節をマッサージで緩めたり、グッパグッパ、手足の指の運動をして血流を良くし、むくみを取っていきましょう。グッパグッパ、もみ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 。爪は血の余りなので即効性はありませんけど、続けることで末端のむくみが取れて冷えも改善されますね。コツコツ頑張ってください。目指せ美爪。はい、ではまとめです。爪のトラブルの原因はむくみによる血行不良、マッサージで血流改善とむくみ解消で改善しましょう。ありがとうございました。もっともっと勉強しなきゃ。よし頑張るぞ。みんなニコニコ、注意が笑顔の処方箋。